取っ手が入っております。こちらも同じ GPS 受信アンテナになっておりますので、 RTK、VRS 等の補正情報に対応したものになっているので、高精度の認定2センチから3センチの誤差で高精度の作業を行うことができます。こちらのトラクターの方もですね、同じように緑の枠があるんですが、こちらの枠を補助と見立てて、マップといいまして、補助一番最大周を回ることでどんな補助を作業するというのをマップというものを作成している状態からスタートしております。はい、現在トラクターの方を展開しておりますが、オペレーターは何もハンドル操作を行っておりません。しかしながらバックをしてちゃんとスタートに入ろうとしております。はですね、後ろ作業機の方をつけていませんが、後ろの作業機設定としましては 2.4 メートルの一本飛ばしの作業経路を作成して現在行っております。スタート地点まで現在到着しましたので、今からスタートをします。はい、手放しでですね、現在オペレーター手を挙げておりますが、作業をスタートしております。作業機後ろちょっとつけていないので、ですね、現在往復ウエスという現在往復で作業を行っているのですが、こちらのトラクターはですね、枕の方を用意して今、診断してるんで、マップはできると思う。